とより小顔に見えます。あとすごいシルエットのいいショートになります。はい、実際にちょっと解説していきたいと思います。小顔デザインを構成する、6個の要素っていうのがあります。で、髪型を決めるときに、美容師さんはいろんなことを考えながら切ってます。この人に何が一番似合うのかとか、どうしたら小顔になれるのか、どうしたらこの人に似合うのかっていう部分を、実際に、頭の中で考えていることをちょっと図にして起こしてみました。実際にこれを元にデザインとかその人に似合う髪型っていうのをその都度決めています。で、実際にこれ、動画の信憑性としてはやっぱり僕も、お客さん何千人って切っていく中で実際に喜ばれるポイントとか、あ、この時喜んでないなっていうポイントがやっぱあるんですよね。で、その時をこう何回も何回も、考えながら検証して、で、その中でフィットした時とかすごいお客さんが喜んできた時の成功した体験をもとにこの動画とかこういう要素、あとこういうロジックとか理論を考えてやってます。で、実際に、ヘアケアマイスターの資格だったり僕も取ってますし、実際にそういう、こうデザインセミナーとかでいろんな部分で勉強させていただいてます。動画の信憑性としてはそこら辺をもとに考え出した要素なので、ぜひ、参考にしてみてください。けどこれが一概に全部が正しいとかじゃなくて、僕の中での解釈とか理論とかなので、こうじゃないよって思う人もいるかもしれないですけど、僕なりのその似合う髪型だったり、こういつしたらもっと可愛くなりますよっていうところなので、ぜひ、ちょっと参考になればいいかなっていうふうに思ってます。はい。で、実際本題入っていくんですけど、実際にラインですね。ラインこれ線ですね。どこのラインで切るか、形、フォルムですね。三角形、四角、縦長、横長、いろんなフォルムがあるんですけど、この形でサイズ、ボリュームがあるのかないのか、タイトなのかボリューム なのか、あとは立体ですね。奥行きとか形、あとはカラーリング、例えば顔周りにハイライト入れたりとかローライト入れたり、それによってもまた、あと明るいのか暗いのか、それによってもだいぶ小顔デザイン、髪型を作る上でのデザインは変わってくるので、カラーも重要です。あとは質感、ドライなのかウエットなのか、あとはこうパーマなのか、毛先がストレートなのかとか、そういった細かいニュアンスですね。この6個の要素をもとに、ヘアデザインっていうものを決めてます。で、これを組み合わせた時に小顔デザインっていう形で、僕は考えています。どこのラインで切るのか、どういう形にするのか、ボリュームをどこを出すのか、小さくするのか、で、奥行きはどうするのか、立体ですね、奥行きどうするのか、丸くするのか、ちょっとスクエアにするか、カラーリング、どこにカラーを明るくしたりとか暗くしたり、あとは質感、毛先をちょっとカールするのか、ドライなのかマットなのか、そういった要素を組み合わせながらデザイン、小顔デザインをしていってます。はい。で、実際にちょっとデザインの仕組みについて次説明していきたいと思います。はい。デザインの仕組みですね。ちょっと僕が描いたイラストなのでちょっと下手なんですけど、すいません。寛容に見てください。デザインの仕組みなんですね。まあ、丸、三角、四角描いたんですけど、これはどこに視点があるのか、これ視線ですね。視線を分散させるっていうことなんですけど、まあ、ちょっと分からなければ飛ばしてざっくり聞いてください。こういうことを考えながら切ってますよっていうのがあるので、例えば丸に1点集中する、ここに視線を集めると1個の点だと視線が集中して大きく見えます。例えばオールバックにした時とか分かりやすいんですけど、オールバックにすると顔に視線が集中するんですよね。そうすると顔全体のフォルムが出て、その出ているところが大きく見えます。はい。で、三角形っていうのは1、2、3、視点が3つに分散します。なので中心にあるものは、小さく見えます。なので、例えばよく美容師さんが、トップを立たせてサイドをちょっと跳ねさせてひし形のシルエットにしてくださいとか、を言うんですけど、まあ、ひし形っていうのは顎を合わせたらひし形になるんですけど、そうすることによって中心のバランスがよく見えて小さく見えます。で、あと、
四角ですね。四角になると今度は視点が4点になる。1,2,3,4 4点になって、この視点が安定して、真ん中中心部分にあるものが大きく見えちゃうんですよね。なのでどこかを締めないと大きく見えちゃうので、四角形のフォルムになると大きく見えます。なのでこの実際デザインをするときに、どこに視点があるのか、どこに視線を分散させるのかによって、小顔に見えたりだったり顔が大きく見えたりするので、そこら辺を実際に考えながら髪を切ってます。なので美容師さんがそういうふうに、全員が全員言うかは分かんないんですけど、まあ、そういうのもお客さんが見た時、多分このチャンネル一般のユーザーさんがすごい見てもらってると思ってるんですけど、そういった時に、あ、そういうふうに言ってたなってなると、美容師さんが言ってたことをより理解しやすくなると思います。なのでこのどこに視点をずらすのか、あとフォルムによってどう見えるのかっていうのを頭の中で軽く分かってると、美容師さんが切ってくれてる時に、あ、分かると思います。あと言ってることもちょっと分かるようになると思います。はい。で実際にこう絵を描いてみたんですけど、こっちはポイントがどこにもないんですよね、点が。なので顔が大きく見えちゃうんですよね。前髪にポイントもないし、こう全面的に顔が出てる状態なので顔が少し大きく見えてしまう。けどこっちのイラストになると、ここトップに高さを出してサイドにポイントを置いてるんですよね。こういう三角形のバランスですね。こうすることによってこことここにポイントがあるので視線が散ります。視線が散って、なおかつあとこことここの違いって前髪なんですね。前髪をここに作ってるかどうか、そうすることによって顔自身の表面積も小さくなります。小さくなって、このひし形と顔周り、ここすごい重要なんですけど、それを意識することで小顔により見えます。だからバランスですね。なんで切るときはオーダーするときとか小顔に見せてくださいって思ったときは、実際に前髪がなければ前髪を少し作ってあげるとか、あとはトップにちょっとレイヤー入れてあげたりとか、ちょっと毛先にパーマをかけてカールをかけて、ひし形に見せてあげるっていうことが非常に重要になってくると思います。なのでフラットな面よりも、ところどころでちゃんと質感だったりとかフォルムコントロールしてひし形に作ってあげて、なおかつ顔周りを作ってあげるとより小顔に見えます。あとすごいシルエットのいいショートになります。まあこれが全て正しいわけではないんですけど、理論的にはこういうことですよっていうのをぜひ分かってほしいですね。だから美容師さんが提案してくれた時に、その髪型好きだなとか嫌いだなっていうのは人それぞれやっぱあると思うんですけど、こういった理論をもとに小顔にしたいんだったらちょっと顔周り作りましょうよとか、じゃあトップボリューム出すためにちょっとレイヤー入れましょうよとか、あとひし形にするためにちょっとパーマかけましょうよ、そういう提案をしているので、そういった部分が分かってくれば、その美容師さんとお客さんのより距離が縮まって理解が深まって、あ、だったらそうやって切ってくださいとか、あ、もっとこうしてくださいっていう部分がやっぱ生まれると思うので、こういった理論をもとに、僕たち美容師は日々お客さんに提案したりとかカットしたりしてます。なので、今日話した内容は、ちょっと専門的にはなってくると思うんですけど、僕たちが常に考えて理論的に落とし込んでお客さんに提案しているものなので、ぜひ参考にしてください。全て理解しなくてもいいんですけど、こういうことを言ってたなぐらいの感じで聞いてもらえれば、すごい理解が深まってより髪型を決めるときに決めやすくなると思います。なので今日話した内容をもとに美容師さんに行ってみて、実際提案されるとよりスムーズに入ってくるかと思います。なので、ぜひ参考にしてください。はい。今日は、小顔に見える小顔デザインのポイント、あとは理論的な部分を紹介しました。なので、この動画が良かったと思ってくれる方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。またこういったことを解決してほしいとか、こういった悩みがあるけどわからないっていうことがあれば、ぜひ、いろんなコメントや質問をしてください。はい。次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。